走るんですか？お兄ちゃんに引っ張られて早いけど、自分でも足を動かしてるからこれすっごく疲れます。そうですけど、唯一嬉しいのは手を強く握られて、これって感動的なシーンになってますね。シエルちゃん、パムちゃんはもう元気になった？はい、おかげさまで。よかった。自分たちも心配してたんで、何よりだよ。ありがとうございます。私もほっと一安心です。ちゃんもシエルちゃんも元気になってよかったですね。私もそう思います。ねえ、アサキくん、パムちゃんの看病の時、シエルちゃんはアサキくんの部屋に泊まったの？シエルちゃんが夜遅くまで優しくしてくれたって言ってたから、違った？なるほど、そういうことだったの。アサキくんらしい紳士的な対応ね。さて、それじゃあ私はそろそろ帰るわね。お兄ちゃんへ。パムちゃんのこと、学園まで一緒に行ってくれたこと、いろいろありがとうございました。いつもいつもお兄ちゃんが私とパムちゃんを気にかけてくれていること、とってもとっても嬉しいです。でもいつもお兄ちゃんにお世話になってばかりなので、これはいけないと私は思ったのです。何がいいかな、どうすればいいかなって考えて、いいことが思い浮かびました。いつもお世話になっているお礼として、お兄ちゃんにご飯を作らせてください。どうですか？
それならうちに来てください。料理を作って待っていますので。それじゃあお兄ちゃん、お邪魔しますね。はい、お任せください。じゃあコランちゃん、またね。あの朝木先輩、シエルちゃん今度は何をするんですか？なるほど、それは真っ当なお礼の仕方ですね。でも遅くならないようにしてあげてくださいね。はあ、朝木先輩、なんだか完璧にお兄ちゃんになってますね。はい、でもシエルちゃんと朝木先輩が仲良くするのは大歓迎ですよ。シエルちゃんにとっても朝木先輩はいい人だと思うので。なあ、千里ちゃんが考えたやつだね。美味しかったよ。たまーに甘いものが欲しくなるときはカルメラに限るね。食べ過ぎは良くないけど、たまには悪くないな。何言ってるんですか？今日は料理するってカルメラの前で別れましたよ。なるほど、言われてみればそうですね。ところでお兄ちゃん、お兄ちゃん、ご飯にしますか？お風呂にしますか？それとも…しようと思ってました。じゃなくて、最後まで聞いてください。それとも、パムちゃんと遊びますか？はい、元気いっぱいですよ、パムちゃん。ご飯は完成しているので、すぐに用意しますね。もうちょっと待っててください。では、
準備をしてきます。お夕食できましたよ。これが煮付けで、きんぴらごぼう、お味噌汁にカフキーマ、そして山盛りご飯です。そうですね、お兄ちゃんと別れてすぐに作り始めたので3時間くらいかかりました。せっかく作ったんですから、たくさん食べてくださいね。カレーの煮付けです。旨味を引き出すために生姜も添えてありますよ。大げさです。味付けさえ間違わなければ誰にでも作れます。きんぴらごぼうもどうぞ。砂糖と醤油のバランスが難しいんですよね。得意というほどではないですけど、お兄ちゃんは一人暮らしで栄養が偏ると思ったので、お魚メインの和食にしたんですよ。ダメですよ、今はもうカルメラの店長、そして私のお兄ちゃんなんですから、ちゃんと健康でいてくれないと。箸が止まらないとはこのことですね。あ、そうですね、私もいただきます。そんな、お兄ちゃんたら、妹の他に私にお嫁さんにもなってほしいんですか？もうですか？でも、食後にお兄ちゃんとゆっくりしたいですし、私は大丈夫です。パムちゃんも一緒ですから。あ、お風呂タイムにしますか？ご飯を食べている間にお風呂の準備もしておいたので、すぐ入れますよ。お風呂で汗を流してきてくださいな。